皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですねこちらの ZFC ニコンさんからお借りしているこの ZFC なんですけども、これのですね、チュートリアルというか取扱い説明書みたいな感じの動画をちょっとお話ししていきたいと思っております。このボタン類、ダイヤル類とかどういう風に使うのか、どういったものが配置されているのかとかですね、メニューの中の操作、どういった項目があってどういった風に設定していったらいいのか、自分はですねどういった設定が向いているのかとかですね、そういったところのお話ししていってますので、よかったらですね ZFC を買おうか迷ってる、もしくはですね ZFC 買ったばかりでどういう風にメニューの設定とかしていったらいいのかとかですね、そういったところで悩んでる方、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ ZFC のちょっと使い方お話ししていきたいと思っております。まずですねここ一番左側ですね、ここに M モード、A モード、S モード、P モードの切り替えのスイッチがあります。見えるかな、ここですね、ここで M モード、A モード、 S モード、 P モードっていう形で、あとオートですね、ここで切り替えることができます。はい、M モードあんまり使いにくいので A モードとかP モードとかこの辺を使って撮影するといいんじゃないかなというふうに思いますね。私は結構この ZFC の場合は A モードを使って撮影することが多いかなというところになっております。はい、でここのですねダイヤル、ここがですね ISO 感度になってます。ここのダイヤルが ISO 感度ですね。はい、ここを押しながら回さなきゃいけないのでちょっと面倒くさいんですけどね、ここで ISO 感度を切り替えていろいろ設定しながら撮影をするっていう感じですね。あとここがシャッタースピードになってます。ここがシャッタースピードですね。ここでシャッタースピードを切り替える感じですね。基本私は A モードを使うのでここでシャッタースピードをあんまり設定することってないんですけども、例えばM モードを使う方はここでシャッタースピード、 F 値をここで変更してっていう形、あと ISO 感度をここで変更してっていう感じですね。はい、この3つを使い分けていろいろ撮影するっていう形になります。 A モードの場合はこことここだけ使う感じですね。でここに露出補正があるので今プラスマイナス0にしてます。ここが露出補正ですね。でこれをプラス1にしたりとかマイナス1にしたりっていうところですね。ここは結構ですね A モードで使うので、よく使うダイヤルかなってところでぜひ使ってみてください。でここに F 値が表示されたりとか、あとはここのですねレバーで動画と写真を切り替えが簡単にできるっていうところですね。ここがあとですね動画の録画ボタンがここについてます。動画の録画ボタンですね。でシャッターボタンになってますので、あとオンオフがですね、ここでスイッチがありますので、この辺がだいたいこの ZFC の上の部分ですね、操作部分になってます。で他にですね、この辺のボタンがあるんですけども、この辺もですね i モードで、いろんな設定を一発で、見ながら設定できるっていうところですね。 i モードを使うとこういう風にいろんな設定を一発で見て使うことができるってところになってます。ピント合ってるかな。はい、ここで一発でどれをどれにしようかなってところで選んで、わざわざですねこうメニューを開いて探さなくてもこの i モードを i モードやったかな i メニューか i メニューを使えば一発で何を変更する、何がどうなってるっていうのをですね見ることができますので、例えばここにですね、自分がよく使うものを入れておけば使いやすくなります。あとはですねディスプレイを使うとここに表示されるものを選ぶことができますね。はい、こういうふうに、ヒストグラムを出したりとか格子線とかがなかったかな。はい、あと拡大とかですね、ここは拡大縮小っていうボタンがありますね。はい、で再生ボタンとデリートボタンですねっていうところがあります。でメニューボタンをですね、メニューの中をちょっとですねご紹介をしていきたいと思っております。このままの方がいいのかな。はい、じゃあメニューの方ですねちょっと見ていきたいと思ってます。ここから削除ですね、
写真の削除、フォルダー設定とか、ここが、まあ、写真を撮影した後直後の画像を確認するか、シャッターボタンを押して撮影した後に、まあ、その撮った写真を確認するかどうかっていうところのオンオフになっております。縦位置自動回転はいいですね。スライドショーもいいですね。レーティングもいいですね。再生画面設定も、まあ、そんなに変更することもないかなというところですね。はい、次、静止画のメニューですね。撮影メニューになってます。まあ、リセット、記録フォルダー、フォルダー名、ファイル名ですね。はい、あと、ここが撮像範囲。DX が、まあ、APS-C の範囲。で、1対1、スクエアですね。で、16対9というところの違いがあります。普通に DX を選んでいただいたらいいかと思います。あと画質モードですね。まあ、私はロー現像もするのでローで撮ってますし、まあ普通の JPEG のファイルもですね、一応撮ってますので、2つのファイル。例えばローだけだとこことかですね、JPEG だけだとファインとかですね、まあ、選ぶこともできますので、最初はノーマル、ファイン、まあどっちかになってるかと思うんですけども、ローで撮りたい方はロープラスファインとかですね、まあ、この辺を選んでいただく形になります。画像サイズも一番大きいのにしてますけども、ちょっと容量が大きいなって思う方は、まあ、M サイズとかにしていただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ローの記録は14ビットにしてますので、12ビットにするとちょっとですね、まあ、ちっちゃくファイルがなるんですけども、まあ、色の範囲っていうのがちょっとですね、狭くなるので、まあ、14ビット一番最大のものにしてます。ISO 感度も一応ここでオートにすることもできるんですけども、基本あんまりISO 感度っていうのは私はオートで使わないので、まあオートで使いたいよって方はですね、まあオートで使っていただいても、ここをですね、まあオンにして使っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。あと、例えばオンにする時でも、低速限界設定っていうのを設定していただければ、例えばシャッタースピードが200分の1秒よりも遅くなるときは、ISO 感度を上げますとか設定もできるので、まあ、その辺でですね、調節もできますよってところになってますので、はい。まあ、これ以上下がったら、シャッタースピードが遅くなったら、ISO 感度を上げてくださいねっていうのをカメラに指令出すこともできます。あと、ホワイトバランスなんですけども、基本は自然光オートを使うことが多いかなってところですね。室内ではオート使ったりとか、あとはこの辺で細かく電球とかですね、いろいろ細かく設定して、まあ、撮影することも多いんですけども、基本は外では自然光オート、あとは室内ではオート使うこともあるかなってところになってますね。はい。あとは、ピクチャーコントロールですね。ここもいろいろ選んでいただいて使っていただくといいかと思います。基本一番なんか使いやすいのがポートレートかなというふうに思うので、まあ、これはわざわざですね、人物を撮らなくても他でも結構ポートレートを私使ったりするので、結構ポートレートとか、あとはフラットとか結構おすすめだったりするので、この辺結構ですね、まあ、使いやすかったりします。花とか撮るときはビビットとかですね、まあ、使っていただいてもいいですし、逆にスタンダードはあんまり使わないかなってところですね。ポートレート使うことが一番多いかな。時たまモノクロームとかですね、まあ、使ったりします。この辺もですね、選んで使っていただいてもいいですし、例えばですね、デニムとか結構良かったりしますし、この適用量っていうのも、あ、間違えた。適用量っていうのも、こういうふうにですね、減らして使うこともできますので、ちょっと濃すぎるなっていう場合は半分にしようかな。それとももうちょっと下げて、ちょっとだけ味付けとして使おうかなっていうこともできます。で、この辺のですね、細かい設定っていうのも設定することができるので、もうちょっと薄い方がいいとかですね、そういったところも設定することができるので、まあこういったものもですね、活用しながら、写真撮ってみていただけたらと思います。で、カスタムピクチャーコントロールって言って自分で設定したものを登録して、オリジナルのですね、このピクチャーコントロールを作ることもできますので、そういったものをですね、まあ、ここに保存することもできますよ。あと、色空間に関してはですね、まあ、Adobe RGB ってあんまりですね、これを表示できるモニターとかもないですし、まあ、基本ですね、まあ、この sRGB っていうのがスタンダードなので、これをですね、使っていただくのがいいかと思っております。はい。あとは、Active D ライティングですね。これは、強めにすると、
明るいところをちょっと抑えて、暗いところを明るくしてっていう、ちょっとですね、まあ、取り方をですね、してくれる、機能になってますので、明暗差がですね、まあ、大きいところをちょっと平均的なですね、ちょっと明るさにしてくれるっていう機能になってますので、例えば逆光で人物を撮影するときに、人物がどうしても暗くなってしまうなって時はですね、まあ、ここを強みにしていただくと、人物も明るく撮影することができますよっていうところの設定になっております。長秒時ノイズ低減なんですけども、長時間のシャッタースピードをするとノイズが乗ってしまうっていうところをここで軽減することができます。基本的にはオフにしてますね。あと高感度ノイズですね。ISO 感度を上げていくとノイズが乗りやすくなってくるので、その辺のノイズをちょっと軽減してくれる機能っていうのがこのノーマルとか、あとはちょっと強めとか弱めっていうところであります。ちょっとですね、ここをかけすぎると、ノイズが乗ってる写真っていうのがのぺっとしたですね写真になってしまうので、軽くかけていただくっていうのが一番いいのかなっていうふうに思います。あとビネットコントロールですね。ここが、四隅がですねちょっと暗く落ち込んでしまうっていうのをコントロールしてくれるっていうものになってますね。あとは解説補正とか、この辺はですねオンにしておいていいですし、自動歪み補正もオンにしておくと歪みを補正してくれますよ。フリッカー低減っていうのも、撮影するときに電球とか、そういったものが同じ周波数のシャッタースピードにすると、その、チカチカしているものが映ってしまうので、そこをですね低減撮影してくれる、夜間とか電球とかそういったものを撮影するときにこういったものをオンにするといいですよっていうものになっております。あと速光モードですね、どこから光を測ってこの、露出補正のプラスマイナスをどうするかっていうところなんですけども、ここちょっと説明すると長くなるので、これに関してはですね専用の動画出しているので、そこもですね、見ていただけたらと思います。フラッシュのところはちょっと外して、レリーズモードも1コマなのか連射なのかとかですね、セルフタイマーなのか、もしくはセルフタイマーあれ、ここでは選べないのか、セルフタイマーで、10秒後に何枚撮るのかっていうのもですね設定することができます。これはですねこっちで設定できたね、確かね、ここで10秒を選ぶと、ここでコマ数を選ぶことができるので、ここでコマ数を変えて、10秒後に何枚撮影するっていうのを選ぶこともできます。はい。ちょっと余談ですけどね。はい。で、フォーカスモードが AFC か S かっていうところですね。この自動切り替えはあんまりお勧めしないかな。S よりも、C が一番使いやすいのかなっていうところで、C に設定しております。で、エリアモードも、シングルか、もしくはオートエリアか、この辺のワイドエリアで AF、人物とか動物とか、この辺使うことが多いかなってところですね。はい。シングルが結構多くて、その次にワイドエリア AF の人物ですね。あと、オートエリア。オートエリアあんまり使わないかなってところですね。で、手ブレ補正なんですけども、レンズ内手ブレ補正が使える分には、この手ブレ補正をオンにすると、手ブレ補正が使えますよっていうところですね。はい、これがオートブラケティングなんですけども、プラスマイナス0、プラス1、マイナス1っていう形で3枚の写真を撮るっていうところが、このオートブラケティングっていうものになってます。一回の撮影でですね、異なる露出の写真を撮りますよっていうのがオートブラケティングになってます。多重露出っていうのがですね、合成みたいな感じで撮影できるっていうところで、これ2枚で撮れば、2枚の写真を合成した写真が撮れますよっていうところですね。で、この HDR ハイダイナミックレンジっていうのもオンにすると、HDR 撮影ができますよってところですね。インターバル撮影も時間を設定して、この通りに例えば1秒間に1枚撮りますよっていう写真を撮ることができます。タイムラプスのですね撮り方なんですけども、ここの場合は、撮った写真っていうのをそのままタイムラプスの動画として排出しますし、こっちの場合は、写真として排出してくれるので、後からタイムラプスとして、使うこともできますよっていうところですね。で、フォーカスシフトはまあいいか。サイレント撮影っていうのは、音がしないように撮影することができるものになってます。動画もさっといきましょうかね。この辺はいいかな。4K に設定してますし、この辺もどうでもいいかな。さーっと。この辺はちょっと飛ばしましょう。はい。と、オートフォーカスの方なんですけども、この辺もですね、
そのままデフォルトで使っていいかなと思います。半押し AF 連続動っていうのは、このシャッターボタンを半押しすることで AF が作動するかっていうところになってますので、これをですねオフにすると、ここを半押ししても、まあ、AF が作動しないですよっていうところですね。シャッターボタンのところですね。あとはローライト AF っていうのが、暗いところで AF を合わせやすくするっていうですね機能になってますので、まあ、これをオンにしておくと、まあ、暗い場所でちょっとですね、まあ、AF を合わせやすくなりますよってところになってます。あとここのですね内蔵 AF 補助光の照射設定なんかはオフにしておくと、例えば、まあ、暗い場所でピントを合わせるときにピカッとですね赤い光が出るかと思います。それが結構ですね、まあモデルさんを撮影するときは明るくて眩しかったりとか、ちょっと他の撮影している人のですね邪魔になったりするので、まあ、基本的にはオフにしておく方がいいのかなってところになっております。あとは何かな、これとかシャッターボタンで AE ロックですね、まあ、このシャッターボタンを半押しすることによって、そこでまあ露出も固定されますよっていうところですね。外の露出がですね変わってもシャッターボタンを半押ししたところで固定されるっていうのがですね、まあ、この AF あどこ行った？このですねシャッターボタン AE ロックになっております。まあ、この辺はですねこのボタンとかでできるので、別にですねここで設定する必要はないんじゃないかなというふうに思いますね。あとはこの辺もいいかな。シャッシャッター方式とかは基本電子先巻シャッターでいいんじゃないかなっていうふうに思います。ここもオンにしておいた方がいいですね。例えばこの画面が、露出をですね変更した時、このダイヤルでいろいろですね設定を変更した時に露出が反映されるかっていうところですね、明るさがそのまま変わるかっていうところの設定になってます。ここはオンにしておいた方がいいと思います。で、光子線、ここもですね、あった方がいいと思います。3×3 で3分割構図が使えるので、こういった光子線なんか表示しておくと、撮影するときにいろんな構図が使いやすくなるんじゃないかなというふうに思います。あとはこの辺飛ばしても全然 OK ですし、まあ、この辺で i メニューをいろいろ自分の好みに設定することができますよっていうところになってますので。あとはカスタムボタンとかのものとか、この辺は動画のアイメニューですね。カスタムボタンとかもあるんで、そこに何を配置するかとかですね、あります。あとはこの辺ぐらいか。で、カードのフォーマット、初期化するかどうかっていうところですね。あとはモニターの明るさとか、この辺はですね、プラスマイナス0でもいいかな。ファインダーの明るさはちょっと明るくしてますね。見やすくするように。ここ最初ですね、オートになってたりするんですよ。ファインダーかな。オートはもうその都度明るさが変わるので、すごくわかりづらいので、オートじゃなくて、何かに設定して固定しておいた方がおすすめですね。あとはこんなもんかな。タッチ操作は、この画面でもですね、操作、オンオフが自分でですね、設定することもできますし、まあ、この辺のですね、スマートフォンと接続なんかはですね、設定しておくと、まあ、撮った写真っていうのをそのままですね、まあ、スマホに送ってあげることもできますし、スマホでですね、このカメラのシャッターをですね、切ることもできるので、この辺結構便利なんで設定しておくといいかと思います。アプリが必要にはなりますけどね。このカードなしレディーズっていうのはですね、禁止にしておくと、SD カードが入ってないとシャッターが切れませんよっていうところになってますので、まあ、カードがなくて写真を撮ってしまうっていうことをですね、解消することができます。はい、あとはこの辺はいいですね。マイメニューなんかも自分の必要な項目だけを選んで、そのメニューを作ることができますよってところになってますね。まあ、こういうふうにわざわざいろいろ探さなくても、よく使うものをこのですねマイメニューに入れておくと、まあ、そのまま、そのマイメニューの中から、簡単に探すことができますよっていうものになってますので、まあ、こういったいろんな機能を使って撮影していただくことで、まあ、簡単に自分の撮りたいものをですね撮れるような設定でカメラをですね使うことができますので、ぜひこの辺ですね試してみていただけたらと思います。
はい、いかがだったでしょうか。こちらの ZFC の、まあ、メニューとかこの操作系のダイヤルのですね、まあ、どういったものがあるとかそういったところのお話をしていっております。メニューの中にどういった項目があってどういうふうに設定していってるのか、私自身のお話とか、まあ、この項目はこういうふうなものですよとかですね、そういったところをよかったら参考にしながらですね、自分に合ったカスタマイズというか、そういったところをやってみていただけたらいいかと思っております。はい、この ZFC ってもう撮ってて楽しいですし、持ってるだけでも結構楽しいカメラですよね。こういったところのまあいろいろセッティングとか、ぜひチャレンジしてみていただけたらと思いますし、細かく自分が使いたいように、まあ、セッティングしていっていただけたらと思います。はい、というわけで、今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm